走れ。よし。うわ、危ねえ。無傷、イエーイ。ここ行けるのか。あれ？知らなかった。イフミンチへようこそ。佐藤イフミです。今日も一緒に遊びましょう。今日は知らない人がいたので、彼に話しかけてみたいと思います。お前はどっかで会ったことがあるような気もするぞ。Well, I remember you. おう、あんたが。I'm glad I found you. ちょうどいい。戦利品があるんだ。お宝だらけだぜ。Well, we've been long acquainted, あんたになら格安で譲ってやるよ。ああ、お前あれだ、幸運のパッチか。そうか、お前は幸運のパッチ？やっぱり。ヘビーボルトなんか持ってるわ。良い香りの指輪？おー、なるほどなるほど。要石のかけら？そうかそうか。まあ、無理とは言わないけどさ。もったいないと思うがね。よう。そうかそうか。あ、違った、こっちじゃなかった。お前、いたか、ここにな。パチちゃん、この間あったもんな。あの時ありがとうよ。ということで、いきますよ。さーて、今日は、ストーンファング行動へのわだかまりを終わらせる。この下ですよ。あのね、前回の編集を見てですね、わかりました。あそこの、なんかボカーンって爆発して2回ぐらい死んでたんだけど、あれ、曲がり角だったんだね。さっと曲がればきっと大丈夫なんでしょう。そこをまずは確かめようかな。確かこっちに、そう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 、ここね。ここを向こう側も僕行ったからさ。この先、この先、ここだ。ここから行けたんだな。帰ってこれたんだ。ね。走り抜けろ。そうだよな。で、しかもその走り抜け方が、あ、危ね。ああ、そう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 。あれ、触っても大丈夫なのかな？こういう風に走り抜けて、あ、おう、あった。ラッキー！ 1820。ね、こうすれば、こう行けば向こうに戻れたってことなんだな。わかった。くっ。逆からは無理なのかな。こっちから行くのはそうでもないんだよな。まっすぐ走り抜けちゃえばいいんだから、こっちに。これでいいんだもん。これさ、こっちからじりじり行って、ふっ、うわっ、あんまりこっち行くとさ、危ない。さあ、ここをいかに安全に抜けるかっていう。走れ！よし！うわ、危ねえ！無傷、イェーイ！カボタン、カボタン。あー。あ、そう。もう少しソウルが欲しいんで、お城行ってきます。久しぶりのお城。ふんふんふんってこっち行きたくなるな。なんせ僕炎耐性ついてるからさ、行っちゃおっかな。ああ、こういうことばっかして、ちゃんと目的を、で動かないから、おかしなことになる人生だよ。ドラゴンちゃんさ、なんとかなんじゃないの？なんない？バサッ、バサッつって。走れ。うわー、それでも結構来んな。なんだ今の矢は。どこから来たんだ。やべえな、やっぱな。で、今までは行けなかったここを行けるんじゃないかと。ね？やべ！
違う違う、まず殺されるのを待ってからだね。あいつらが何をやり始めたんだ。僕は君たちをキュッと倒すだけで400ぐらいはもらえるから、これそれくらいいい稼ぎっちゃいい稼ぎだな。ね、間に合え、ダメか、くそー間に合わねえな。ほら、いるよ、ここに。あれ？この、ここ行けるのか。あれ？知らなかった。まさかこんなとこで殺されるわけじゃねえだろうな。あれ、あーこんななってたんだ、全然知らなかったわ。それでさっき撃たれたんだ上から。そういうこと。おお、なんだよ、なんで変わっちゃうんだろう。炎の方が効くんだな。きゃ、木の触媒ここにもあった。名もなき勇者のソウル。あ、もうこれでいいんじゃねえ、帰って。おー、なるほど。それでわーっとあっちに走って、走れ。もう一回帰ろうよ。3058、ちょっと足りないけど。あぶねえ。いや、名もなき勇者のソウル取ったから、これで行った、これでよし、これで10いった。フレイキーの弟子にやっと相手にしてもらえるんじゃないか。Are you here to face the demons? キーコ、デーモンに挑むので、so, please, であればラトリアの牢に囚われた開く者賢者フレイキ様を救ってくれ。できる限りの支援はしよう。簡単な魔術なら教えることもできる。あのお方は人の光だが、私では力が足りないのだ。魔法を学ぶ。うわ、あ、そう、おー、あー、そう、はあ、はあ、すごいね。姿隠し、はあ、あれだ、ドラゴンのとこに行くやつや。だから500安いんだ。あー、炎の間、あー、そういうことか。魔法をやっぱいろいろ使って攻略していくんだ。あー、話す。フレイキ様はソウルの語る業か、ソウルの業たる魔術を体系化し、その人の業とした偉大な技か。現在のボーレタリアとデーモンたちはフレイキ様の資料を大きく助けるだろう。だからこそ一刻も早くフレイキ様をお迎えしなくては。あれ、業じゃないんだ、技って読むんだ。そうか、まあいい。早くフレイキ様を救い出してくれ。あ、なんか違う、もっとかっこいい声だ。頼ってくるじゃんお前。やべえ、ソウルの使い道がまた増えちったな。あ、そう、まあでも、とりあえず、あそこ行こう。うわちょっと待って、なん押してんの僕。おい、あれ、おお、いつ変えた、あれ、お、ほら、いつ変えた。
いつ押してんだ僕、これ押してんのかな、それともあいつがそれを勝手に変える属性を持っやつなのか、魔術師だから。そういうことかな。おかしいよな、松屋にも変わっちゃってるし、これを勝手に変えてくるのか、あの魔法使いってやつ。その理解で合ってるかな。うん、だってあいつと戦ってる時だけだもんな、いろいろ変わっちゃうの。こっち、黒いファントムからやってきて、僕は逃げ、一目散に逃げたけども、ほら来た、こいつら。ん？え？どういうこと？何？うわ！とりあえず通り抜けてみた。怖え、強すぎ。とりあえず通り抜けてみたよ。ん？なんだ？なんだここは。また広いなぁ。なに？あいつらずっと来んの？落ちちゃった。あ、大丈夫だった。あ、やばいやば。なんだ？うわ！うわ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 。なんなん、なんなん、なんなん、あのアイテムだけ取りたい。でもあいつらに勝てるとは思えないし、あの魔法使いはめんどくせえし、やめといた。さあ、じゃあ行ってみようか。久しぶりに遮光のヒーターシールドだからさ、魔法を防ぐとかさ、ないかな。あれ、ダメか。あ、ダメかい。あ、なんだよ。遠距離攻撃で倒そうっていうふうに思ったんだけど。そうそうだ。お前じゃねえよ。おい、どいて。どいて、どいて。ああ、来た来た来た。ほら、ほら、こうやって倒せばさ、届かないんだから、あいつ。何やってあって。もう一発。ほら、安全。卑怯じゃないよね。攻略だよね、攻略。お前が超邪魔だったよ。狙え。うわ、届かない、それは。うわっそれでもこんなギリギリだもんな、倒してんの。鍵だ、これ前取ったよね。あれ、あ、ここまで来てないのか。あの二人にやられて。そういう意味では僕うまくやったな。よし、開けよう。死ぬなよ、死んじゃダメだぞ。水銀石のかけら初めてだなって。でもそういう、君たちは敵かい。なんだよ、めんどくさいな。ベントラ君でしょ。ああ、分かったよ。ベントラ、ベントラ。よし。
鍵を使ったけど、これは揺れるばかりで、特に何にもないな。それともあの奥かな？戻るのかな？君たちもだから開けてないんだ。はいはい。だから外出ていいよ。でな。うん、中見せて。何にもないな。うん。ここも開けよう。何？あ、銀のコロネット。なんだろう、コロネットって。後で調べなきゃ。うん、ああ、ここはだから何にも僕やれてなかったってことだ。ドキナ？集まってきた。ん？殺す？あ？あれ？殺されたい。もう死にたがりなんだね。仕方ないね。苦しいんだから。こっちは確か行って、どっか鍵、ああ、やっぱり入り口のとこかな。いい感じじゃないか。この2体にただ阻まれてたんだ、僕。あ？新たに出現してないか。吸血鬼とか出てくるわけでもない。やっぱこの先が開くんだ。やっぱり。おー。で、確か。ああ。まあ行くか戻れるよね。あぶね。あ、危険危険危険すぎ。え、わあ、危険すぎるわ。ん？苦しいです。評価してください。そういうことじゃないだろ？ああ、こっちの階に来たんだね。はい。どこかにフレーキが捕まってるのか。なんかソウル。これとか。やっぱり。うわぁ。ああ、そう。痛いだろうね、こんなの中に。鉄の処女だよね。ああ。なんという恐ろしい世界を作り上げたことか。ちょっと待って。ちょっとね。あと少し進んだら死ぬような気がしますけど、皆さんどう思いますか？こんにちは。はい。だって、こんな何事もなく、おかしいくね？閉ざされてるのか。こんちは。なんだよ、こんちはばっか。あいついねえもんな。急に出てくるだろう。これは開かないとね。やばい。探索に夢中になっちゃってる。こっちにいる。あ、なんか声が聞こえた。怖い。あれだ、オープニングの声、歌だ。逃げろー。よし。とりあえず逃げよう。ね。これでね、無事に帰って魔法をね、手に入れようよ。そしたらさ、炎を避けたりすることができてさ、ドラゴンのところ行けるから、とりあえず。ね。そうしよう。ふぅ。いい感じじゃないの？これで、だから矢でやればよかったんだね。こんな、あんなもう、ストーンファングコードを散々走り回んなくても。Are you begging for a man? そうだよ。
魔法を学ぶよ。姿隠し、敵の背後から渋谷、あるいはこっそりと逃げ出す時など、まあね、これでも指輪があるでしょ。で、水のベル、術者を水の膜で覆い炎のダメージを軽減する。炎は最も一般的な魔法の一つであり、また魔法でなくとも攻撃手段として頻繁に使用される。この魔法が役に立つ機会は多いだろう。うん、だからこれと指輪でさ、合わせ技でいけないかな。これは使い魔のいたずら、補助的な魔法、離れた場所に大きな音を発生させる。ソウルの矢も欲しいな。よし、ちょっとまず水のベール、はい、それで魔法を記憶する。あ、1個しか記憶できないのか僕で。ここでしか、ああ、ここでしか記憶できないのか。ほれ、あっという間に2078でしょ。だからやっぱりさ、せっかくだもん。でも魔法をいくつも覚えられなきゃ意味がないっていうこと？あ、違うや。だから、あ、いいね、いい、そんなことない。Be careful how you use it. よし、これでソウルの矢をほら僕は持ったんで、弓矢を使わなくてもあいつを攻撃できるはず。こういう風にすればソウルの矢を僕は放つことができるはずです。で、こうすれば体力を回復できる。お、いいじゃん、いいんじゃない。ダメ？あとは魔法をいくつも覚えられるようにするためには、またもっと魔力とかを上げなきゃいけないんでしょ。あれ？カボタン、カボタンが見えない。あんなやつのところにカボタン、いかんですよ。そんなやつのとこにいたらほらね、ひどいことされるから。記憶数を増やすためには知力を上げなきゃいけないんだ。でもそうすると MP が上がるから知力も上げたいところなんだな。今回はね、ここまでにしたいと思いますよ。次回も張り切って進んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあバイバーイ。